近代的な科学が発展するずっと前から、人々は空を見上げて宇宙に思いを馳せてきました。そこには天体の運行を観測して暦を作るという実際的な目的に加えて、宇宙はどのようにできたのか、人間はなぜ生まれてきたのか、自分たちの生にはどんな意味があるのかといった問いがあったのだと思います。星空は永遠に尽きることのない宝石箱です。その宝石の一つ一つにはさまざまな物語が語り継がれています。星々の名前に星座神話。そこには長くて語り尽くせないほどの豊かな世界が広がっています。双眼鏡や天体望遠鏡で宝石箱を覗き見すれば、宝石たちはさらに個性的な表情を見せ、宇宙のドラマを語り始めます。さらに、季節を追うごとに宝石箱の表情は移り変わり、その変化を追う楽しみも限りがありません。今夜も素晴らしい星空です。さあ、一緒にスターウォッチングの宇宙旅行へ出かけることにしましょう。これまで冷たくさえ渡っていた冬の星座の輝きも少しずつ和らいで、春の星座はどこかしらおぼろに優しく霞んできます。そんな春の夜空では、やはり北の空高く昇った北斗七星の姿にまず注目してみましょう。7つの星が水を汲む柄杓のような形に並んでいる様子は、一目でそれとわかるほどはっきりしています。この北斗七星が便利なのは、柄杓の先の星2つを結びつけ、その間隔を5倍延長していくと、真北の目印、北極星が見つけられることです。北極星は一年中、いつでも真北の空にじっと輝いて、北の方角を教えてくれる、スターウォッチングではなくてはならない星といえます。北斗七星の弓なりに反り返ったカーブを、そのまま南へどんどん延長していくと、牛飼い座のオレンジ色の一等星、アルクトゥルスを経て乙女座の白色の一等星、スピカに至る大きなカーブ、春の大曲線が描けます。春の星座探しの良い目印になってくれる、美しく雄大な曲線です。大熊の足を北に5つ伸ばしたところ、子熊の額の上は空の巡りの目当て。これは銀河鉄道の夜の物語を書いたあの宮沢賢治の星巡りの歌の一節です。この中で空の巡りの目当てと歌われているのが、いつも真北の空にじっと輝いて、北の方角を教えてくれる北極星のことです。そして、この北極星が輝く星座が子熊座というわけです。おぼろな春の宵の北の空高く、まず目につくのは北斗七星ですが、その北斗七星をそのままそっくり小さくしたような、いわゆる小柄杓の姿も、明るくはありませんが、意外によく目につきます。この大小2つの柄杓の形は、昔から大熊と子熊の姿に見立てられ、大熊の方は、もともとは月と狩りの女神、アルテミスの次女の美しい娘、カリストとされ、子熊の方はその息子で、若い狩人、アルカスの姿とされていました。大神ゼウスの子を産んだカリストは、ゼウスの妻ヘラや女神アルテミスの怒りを買い、大きな熊の姿に変身させられ、やがて成長した狩人アルカスにいられようとする悲劇はよく知られています。大神ゼウスの子を産んだカリストは、ゼウスの妻ヘラや女神アルテミスの怒りを買い、大きな熊の姿に変身させられます。やがて成長した狩人アルカスにいられようとする悲劇はよく知られています。小熊座と大熊座が真北の空をぐるぐる巡り続け、他の星たちが一日一回海に入って休めるのに、この星熊の星座たちは一年中休むことができなくなったわけも、そこでお話ししてあります。春の宵の北の空高く昇って目につくのは、水を汲むひしゃくか、料理の時使うフライパンそっくりな形に並んだ7つの明るい星で描く北斗七星の姿でしょう。北斗七星は一年中北の空のどこかしらに見えているので、特に春の星と限ったものではありませんが、やはり宵の頃頭上高くかかるという点で、春が見頃というイメージがつきまといます。さて、この北斗七星ですが、後のギリシャ神話でお話しするように、大熊座の胴体と長い尾の部分を形作る星の並びで星座名はありません。しかし、遠い昔には世界中のあちこちの民族が北斗七星だけで北の空をぐるぐる巡る熊の姿と見ていたと言われています。一方、北斗七星の形からこれを車と見立てる民族も昔から数多くありました。バビロニアでは荷車、エジプトではオシリスの車、イギリスではアーサー王の車とか農夫チャールズの車、北欧のスカンディナビアではオーディンの車などがその例です。お隣の中国でも、北斗は帝舎なりといって、北斗七星を北斗星君の帝舎と見ていたと言われています。そう言われてみると、北斗七星の形は熊というよりは車と見た方が分かりやすいような気にもなってきます。例えば、中国ではこんな話が伝えられています。唐の大宗の頃のことです。7人の和尚さんが都に現れて大酒を飲み歩き、人々の話題になりました。ちょうどその頃、北の空に輝いているはずの北斗七星が空から消えているのに天文博士が気がつきました。さて、あの和尚たちは北斗のせいだったのかと、大僧は宮中に彼らを召し、酒を振る舞い損ねたことを残念がったと伝えられています。ギリシャ神話では、大熊座の大きな熊は、もともとは美しいニーフ、つまり森や泉の精の一人、カリストの姿で、北斗七星をそっくり小さくしたような小びしゃくの形をした小熊座は、その子供アルカスの姿と伝えられていました。カリストは月と狩りの女神アルテミスの次女で、いつもそのお供をして野山を駆け巡っていました。ところが、そのカリストがいつの間にか大神ゼウスの愛を受け、ゼウスの子を宿してしまったのです。その秘密を知ったアルテミスはひどく怒り、泣いて許しを請うカリストに呪いの言葉を浴びせかけました。するとどうでしょう。カリストの全身にはみるみる毛が生え、美しい唇も大きく裂け、泣き叫ぶ声もただうおうおうと熊の吠え方に変わってしまいました。驚いた猟犬たちはカリストを追い立て、カリストはとうとう森の奥深く逃げ込んでいかなければなりませんでした。やがて15年の歳月が過ぎ、今では立派な狩人に成長したのがカリストの子アルカスでした。毎日山奥深く分け入って狩りをして暮らしていましたが、そんなある日のこと、素晴らしく大きなメスグマにぱったり出くわしたのでした。実はその大グマこそがアルカスの母親カリストの変わり果てた姿だったのです。そしてカリストのクマは若い狩人が我が子アルカスと知るや、懐かしさのあまり我が身のことも忘れ、思わず走り寄りました。吠え声を上げ走り寄るクマが自分の母親とも知らないアルカスは、大熊が自分に襲いかかってくるようにしか見えません。自慢の弓矢をつがえると、ここぞとばかり身構えて大熊の胸を射ようとしました。この有様の一部始終をオリンポスの山からじっと見下ろしていった大神ゼウスは、アルカスに親殺しをさせてはならぬと、アルカスも子熊の姿に変えると、つむじ風を送って天井へ巻き上げ正座にしたと伝えられています。大神ゼウスがカリストとアルカス母子の運命を哀れに思い、大熊、小熊もろとも天界にあげたまではよかったのですが、慌てて尻尾を掴んで放り上げたため、大熊座と小熊座の尻尾があんなに長く伸びてしまったと言われています。そう言われてみると、確かに熊の尾にしては妙に長く描き出されていることに気づかされます。そのことはともかくとして、大熊と小熊のカリストとアルカス母子が正座になって輝き出したのを見て我慢できなくなったのが大神ゼウスの妃ヘラです。ひどく嫉妬深いと評判のゼウスの奥さんですから、大神ゼウスの愛を受けたカリストとアルカス母子を快く思わないのも当然と言えます。早速オリンポスの山を下って、海の神オケアノスと女神テチスのところへ出向くと、他の星はみんな一日に一度空を巡って海に入り一休みできるのに、この星熊だけは絶えず空を巡って一度だって休むことのできない運命にさせてしまいました。昔のギリシャ時代には北斗七星だけで描く大熊座は、今より天の北極に近く、小熊座とともにその周りをぐるぐる回り続けていたので、そんな神話になったのかもしれませんね。今の日本でも東北地方の北部から北は、北斗七星は北の地平線低く下がった時でも沈むことなく、休みなく北の空を巡り続ける大熊座と小熊座の姿を眺めることができます。春の宵の北の空高く目を引くのは、なんといっても北斗七星のある大熊座ですが、その近く、双子座との間に妙にがらんと星空の開けた部分があるのが気になるところです。実はその辺りにヘベリウスが山猫の姿を描き出したと言われる山猫座があるのです。この山猫座は広さから言えばすぐ隣の魚舎座と同じくらいあるのですから、決して小さな星座とは言えませんが、何しろ一番明るいアルファ星が3等星の他は4等星以下の暗い星ばかりですから、印象の薄いのは致し方ないのかもしれません。事実、この星座の作者ヘベリウス自身さえ山猫の姿をここに見つけ出すためには山猫のような鋭い目を持って見なければならないなどと言っているくらいですから、かすかな淡い星々を結びつけて山猫の姿をここに思い浮かべるのは少々無理があると言えます。山猫座全体の広がりのごく大まかな見当をつけたら、星座へのイメージをそっと重ね合わせてみるくらいのことで済ませるしかなさそうですね。世の中には無類の猫好き、無類の犬好きなどとペットブームの昨今、それぞれに大のお気に入りの動物を飼っている人も多いことでしょう。天文学者も似たようなものです。1805年にフランスのラランドは、春の宵の南の空に低いポンプ座と海蛇座の間に猫座を新設したことがありました。自分は猫が大好きなので、その姿を星座の姿にすることにした。長い間、天体の観測に打ち込んできたのだから、それくらいの息抜きはさせてもらいたい。ラランドは設定の理由をこう説明したのですが、あまりに個人的な好みでしたから、この猫座は長く続かず忘れ去られてしまいました。春先の宵の頃、双子座のカストルとポルックスの兄弟星と獅子座の一等星レガレスを結んだほぼ中間あたりに目を向けると、何やらはっきりしないぼんやりとした攻防が見えます。カニ座の甲羅の部分のところにあるプレセペ星団です。もちろん淡い攻防なので、月のないよく晴れた晩でないと分かりにくい山海星団ですが、蟹座の姿を見つけるときにはまず注目しなければなりません。蟹座は黄道十二星座の一つとして、すでに5000年もの昔のバビロニアで知られていたといいますから、星座の中でも最も古い歴史を持っていることになります。もちろんカニの甲羅のところに肉眼で見える山海星団プレセペの存在も当然のことながら、古代の人々の注目を集めていました。今でこそプレセペは星粒の群れる山海星団だとその正体が分かっていますが、肉眼でははっきりとは分かりかねぬところがあり、中国ではぼーっと青白い人玉のようだというので、獅子気と呼んでいました。これは死体からだけ立ち上る陽気という意味で、少々気味悪がっていたわけです。そして縁起を担いで、蟹座は死人が地上に残した霊という意味で、寄宿と名付けていました。一方、紀元前 4、5 世紀のギリシャでは、プラトンの一派が人間が生まれた時、その体に宿る魂が天井より降りてくる時の出口だと説いていました。ギリシャ神話で登場するこのカニは、英雄ヘルクレスに踏みつぶされてしまった大きなお化けガニとされています。ヘルクレスがカニ座のすぐ南で星座となっている海蛇座のヒドラ退治に出かけた時のこと。ヘルクレスがこのヒドラと戦っている時に、こともあろうかヒドラの味方をしてヘルクレスの足を挟もうとしたのです。もちろんヘルクレスにとってこれ式のお化けガニの加勢など物の数ではありません。たちまちぺちゃんこに踏みつぶしてしまったのでした。夜空をすっと横切る流れ星、星空の神秘を改めて感じさせてくれるひとときです。昔から流れ星が星に流れている間に願いを唱えると願いが叶うと言われているのは、こんな神秘的な現れ方から来ているのでしょうか。流れ星の数は季節や時刻によってかなり違います。流れ星を見たいのなら8月頃の、できれば夕方ではなく朝方が良いでしょう。また月の光は流れ星の淡い輝きを消してしまうので、月明かりのない夜を選びます。流星はいつ空のどの方向から現れるか予想ができません。したがってできるだけ広い領域を見渡せるようにマットなどの敷物を敷いて仰向けに寝て空を見上げるのが賢い方法です。じーっと空を眺めていれば1時間で10個くらいの流れ星を見ることができるはず。このような流れ星は星座を形作っている星とは全く別物です。流れ星は1日に全世界で2億個ぐらい降り注いでいると考えられています。もし星座の星が流れ星の正体だとしたら、とっくの昔に夜空から星がなくなっていることでしょう。流れ星の正体は地球の周りに漂う小さな宇宙の塵が地球大気に飛び込み、大気との摩擦によって燃えて輝くものです。流れ星の元は直径数ミリ以下のとても小さなもので、ほとんどが高度4万メートル以上の高さで燃え尽きてしまいます。でも時には数十秒にもわたって空を大きく横切るものや、爆発しながら地上に影を作るほど明るく輝くものもあります。このようなものを火球と呼んでいます。火球もほとんどの場合途中で燃え尽きてしまいますが、時には燃え尽きることなく地上まで落ちてくるものがあります。そう、これが隕石です。隕石は流星とは違って小惑星のかけらだったり、月や火星のかけらであることが分かっています。皆さんは流れ星を見つけたらなんと願いを唱えますか？さあ、いよいよスターウォッチングのお話も終わりが近づいてきました。例えば春の日暮れ頃、西寄りの空を見上げてみてください。すると2月の初めの頃、宵の頭上高く見えていた牡牛座のプレアデス星団とオリオン座がいつの間にか西の空低く映っているのに気がつくことでしょう。そしてさらに見続けていると、プレアデス星団を追うようにオリオン座も西の地平線へと姿を消していくのがわかります。そこで次のようなお話が語り伝えられています。プレアデスの7人の姉妹たちが森の中で踊り楽しんでいると、姉妹たちに思いを寄せる乱暴者の狩人オリオンが踊りの輪の中に入り込んできました。そして逃げ回る姉妹たちを追いかけます。逃げ疲れた姉妹が月の女神アルテミスに助けを求めると、女神は夜の中に7人姉妹を隠したので、オリオンはキョロキョロ見回しながら行ってしまいました。女神に助けられた姉妹は7羽の鳩になって星空に昇り、プレアデス星団となって輝き出しました。ところがその後オリオン座も星座になったから、さあ大変です。今も7人姉妹たちはオリオン座に追われ、西へ西へと逃げていくのだと言います。西へ西へと逃げていくのだと言います。これは地球の自転による星の日周運動の様子を巧みに物語に取り入れたお話です。7人姉妹って言うけど僕には6個しか見えないよなんていう人にも答えはちゃんと用意されています。1人は彗星になって飛び去ったんだ。それで6人が悲しみ泣き濡れて、プレアデス星団があんなに潤んで見えるのさ。昔から世界各地の人たちは夜空を見上げながらこんな話を語り伝えてきたのです。ああ、なんて天文学の世界は広く深く、そして楽しいのでしょうか。